はい、どうも乾杯。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 すごい飲んでるね。そうなんですよ。飲んじゃってるね。私さっきからずっとウーロン茶です。ウーロン茶なんですね。そうだね。ウーロン杯じゃないの？ウーロン杯かと思ってました。もうベロベロじゃんだって、酒井君。何杯飲んだの？2杯ぐらい。結構飲んでる。私ね、生ビール最初に1杯飲んで、その次はもう飲めないんですよ。無理に飲んじゃうと、救急車騒ぎになるんで。何杯かあるので。弱いんですか、お酒？めちゃくちゃ弱いですね。アルコール分解酵素がないんで、残念ながら好きなんですけど、まあ、そういう人いるもんね、多いもんね、確かにね、好きそうに見えました。なんか見た目お酒が好きそうな人に見えるみたいな。好きは好きなんだけど、でも飲めない。はい、そんなことでね、はい、あの水のテレビの今日のゲストは原めぐみさんに来ていただいております。はい、はい、お願いします。でさっき前半はね、いろいろレコードとかを紹介して、はい、酒井、オタク、オタク酒井にね、紹介してもらったわけですけど、頭の被り物いいよね、そうですね。レコードが好きなアピールなの、これは。何のレコードが好きなアピール、何のアルバムじゃなくて、あのレコード、シングル、脱服のイブです。脱服のイブ、はい、早見ゆうちゃん、違います、聖子ちゃんです。あ、聖子ちゃん、脱服のイブっていう歌が1984年に映画化されたんですよ。そのハガケージが出てたんですけど、その主題歌です。あ、そうなの。歩くウキペディアだもんね、もうね。はい、すごいよな。松田聖子さんは浜田ジュリさんと親友です。へぇ、はい、そうなんだ。なるほどね。いいですか。はい、大丈夫です。ということでね、で原さんの続きと言いますか、はい、なるんですけど、さっきはね、レコードだったんで、こちらですね、こちら、雑誌。機関誌なので、うん、年間で4回出る雑誌なんですね。うん、昭和の不思議101って、ネギア出版から出てる雑誌ですけど、はい、なんかこう、うん、私も取り上げていただきまして、はい、まあ、昭和な感じで出てますけど、で、うちのお店もね、うん、紹介していただいて。やっぱり昭和ですよね、原さんもね。昭和ですよ。いやいやいや、昭和、もう昭和のアイドルって感じですよ。マスター、矢沢って書いてありますけど、矢沢好きなんですか？やらかい。矢沢ですよね。矢沢。それで、舞台、音楽だけじゃなくて、演劇もやってるという。そうなんです。2009年に復活して以降は、映画の主演ですとか、ソースかけてソースとかは、V シネとかね、ああいうの、出演とかね。あ、本当。はい。映画は最近は東京ロスという映画で、シェリーさんやヤヤさんと一緒に、で、主演で出させていただいたりですとか、舞台はね、初舞台が夏木陽子さんと一緒で、カタツムリという作品に出させていただいて、それから今回の9作品目ぐらいですかね。舞台じゃなくて、はい、舞台の方は、舞台の方は、はい、でそれぐらいのキャリアしかまだないんですけども、今回つまみえだまめさん の、 妻役で結構主要な役で出させていただいて、素晴らしいですね。じゃあ今度出てください、僕の舞台。そうですよね、本当にすごいですね。そうですそうです、素晴らしい。そんなことしてたいじゃあ、つまみえだまめさんのこの愚か者たちへのレクイエム、はい、はい、これはどこでやるんですか。これはね、築地のブジストホールで4月の5日から9日、はい、開催されます。4月5日から9日、はい、何公演かな、これ10公演。あ、10公演ね、10公演ぐらいやんないとね、はい、やっぱり物足りないっていうのは僕あるから。ハートバンとダイヤバンと分かれてるので、いや今だって4回とかさ終わっちゃうのあるでしょ、うん、でもやっぱこのぐらいやった方がね、はい、本当に、ハートバンとダイヤバンと分かれてますので、はい、キストがまた変わるんですね。変わるんですか。はい、まあ、原さんも変わっちゃうの。私は変わらないですけど、うん、上の4人は変わらないです。変わらないですか。つまみさんと、あと鈴木末吉さん、ハンダースの、うんうんうん、末吉さんも出てます。あ、岩玄斗君も出てますね。ちょっとアップでね、岩玄斗君、僕友達なもんですからね。どっちの花組で出てんの。花組じゃなくて、何組かな、ここに書いてありますよね、うん、今ゲントさんはハート組です。ハート組か、はい、ハートとスター組じゃなくてダイヤ組です。ダイヤ組か、はい、H と D になってますけども。なるほど、面白そうですね。どうですか、愚か者なんですよ、みんな。愚か者、本当は本当が特に愚か者なんですけど、皆さん見に行きますね、社内不倫を。もちろん皆さん、チケットが違うと買われてましたから、さっきね。
ありがとうございます。はい、水野さんも来てください。あ、僕は当たり前じゃないですか。当たり前です。行くんでしょ、はい、チケット売れました。準備も売れました。ありがとうございます。あの受付にちょっと置いておいてもらって、はい、あのそうか、物語どういう物語はね、うん、あのまあ枝豆さんが不倫をするわけで、社内不倫を、はい、で社内の人たちみんな知ってるんですけど知らないふりしてるんですよ。で奥さん気がついてないんですけど、その社内不倫の相手の若い女の子と私が、うんうん、お料理教室でバッタリ会っちゃうんですよね。で仲良くなっていろんな身の上話してるんですけど、どうやら同じ人の話をしてるんじゃないかってことがだんだん分かってきて、さあどうなるでしょうっていうところですね。歌は歌わないの？あ、これね、ミュージカルファルスっていうぐらいですから、あの歌もあるんです。ミュージカルやってますので踊りもあります。原さん踊りも行けるんですか？そうですね、昔ね、日本テレビ音楽学院のねバーズにいたこともあって、高校の時にすごい、はい、でちょっとあの踊ったりはしてたので、基礎は一応土井はじめ先生に教わってたので、そうなんですね、基礎はできてるかと思いますが、した、ね、ただまあ今うまくはあまり踊れるか踊れないか見ての楽しみ、楽しいですね。歌って踊って、そうです、ね、で演技まして、はい、はい、そうですね。演技なんかどんなセリフがあるんですか？何やってるのあんたみたいな、ね、その通りです。ああそうですか、そうですか。叩くシーンが多くて、枝豆さんにごめんなさい痛くないですけど、いや大丈夫です、うん、もっとやってくださいみたいな、ああそういうね、うんうん、本当に怒鳴って叩いてすっごい怖い妻なんですよ、うん、S 的なね、ちょっと S ですね、うん、あれはね、うん、本当はでも S でしょ、本当に。そんなことない、本当は結構意味でもないけど。でも S っぽい感じがするからな、なんか言えばちょっと S かなって思っちゃう。なんでわかるの？あ、違う、だってやっぱり M だろ、M だから、どっちでしょう、僕らが M だからね、はい、あ、わかんない、すごいな、本当に高いのか、M っぽい、 M かわかんないです、わかんない、そういう感じよな、かわいい、面白い、人望はでもね、S とか M とか両方あるんですよね、人望は両方あるの？両方あるんです、そうなんですか。水野さんは？いや僕はだって M ですよ、だから S って分かっちゃったもんな、そうなんだ、じゃあバランスいいよね、バランスいいんだね、これはね、水野さんは俳優さんでしょ？僕は俳優なんですよ。定期的にやってらっしゃるわけなんですよ。今でもね、演出をやってるんですよ、演出をメインにやってるもんですから、なんていうのかな、出ない、出ないの、うん、あんまり、でもご自分も出たんですよ、出たのが、演出をやって自分も出演したことあるんだけど、うんうん、両方やるともう頭痛くなっちゃって、うん、見え方が違うから、あ、だからもうやめようと思って演出ばっかやってるんですよ、演出の方やで、人望が出た時は僕は演出だけやってたもんね、そうです、ちょっと出ましたよね、ちょっと大役とかでやりながらも声だけ本番だけになっちゃったみたいな、出たんだけども、うん、そうそう、そういうのあったけど、出てましたよ、私の時は、はい、そういうのあったりね、しますけど、うん、じゃ役者、俳優をやってて、まあ歌も歌ってますよね、僕は、はい、ね、まあそんなことはまあどうでもいいんですけどね、はい、原さんの原さんですから。あ、これ最後にちょっといいですか、これ、来たいなっていう方いらっしゃいましたら、うん、カンフェティっていう、うん、あのチケットのサイトがありますので、いや直接今お金もらえばに引き換えてこれ早い、一番早いじゃない、いや、ご覧の皆さん、カンフェティで検索していただいて、その中の愚か者たちへのレクイエムを検索していただくと、うん、チケットが購入できるようになっておりますので、うん、前売りが6000円、当日6500円となっております、よろしくお願いします、ね、今買う人いますか、今結構壊れますよ、本当に、チャットでミヤリンが、みんな行きましょうって書いてます。ああ、ミヤリン、ミヤリンちゃんって知ってんの？ミヤリン、はい、ありがとうございます。お友達ですか？いや、お友達ファンの方です。男の方ですよ。ああ、そうですか。女性じゃなくて男。名前が可愛い。はい、じゃあもうね、まあ舞台のあれですけど、4月5日から9日までですね、10公演。はい、どうぞ。楽しみですね、面白そうです、話も面白いですね、これまた絵がいいですね、このね、チラシの踊りもね、チラシの絵もね、枝豆さんどういう方ですか、さすが竹志軍団って感じです、枝豆さん、やっぱ笑いのツボがすごく、さすがっぽい感じで、結構毒舌ですか、いや、全然そういう感じではないですよ、普段の枝豆さん、すごい感じのいい、素敵な方ですよ、まあね、舞台的にはこう、ちょっとこうツボをついたような、やっぱりうまい感じ、ね、もうひっくり返ったり、うん、倒れたり、もう同じか、無知で打つ
ういう感じじゃない。で無地でガンガン打ってハイヒールで踏みつけるみたいな。首根っここう掴んでこうやってちょっとあんたみたいなそういうシーンもありますよ。すね、かっこいいですね。ちょっと気になっちゃう、ね。怖い妻なので。なんか。でもこれ見るとなんか想像つくもんだって。そんな感じなんじゃないかなと思って。で浮気してるその女性はどの方なの？浮気した、浮気の相手はこの2人、1組と D 組で違います。またこの若い子、はい、若松ゆりちゃんと、この人、行くっていうのかな、みずきさん、知らないの出演者。いや、りえちゃん、りえちゃんって呼んでるから。なるほどね、ね、はい、ね、はい、じゃあ見に行きましょう。ぜひぜひ、あの振り付けは相原愛さんです、はい、バーのママをやってらっしゃる、うん、ね、はい、そんなことで、はい、そろそろちょっとね、はい、一緒に弾き語りコーナーで、そうなんですよね。水子さんギター持ってきたから。水野さんギター持ってきたから。ロックシンガーなんですか？ロックシンガーですよ。実は歌ロックですよね。歌ロックシンガーなんですね。これもぼやあの明星からねちょっと、ね、切り抜いてちょっと。月刊明星の。月刊も明星ちょっと切り抜いて持ってきたんです。すごい古いですよね。ないし月刊明星なんてあるのかな今。ないよね。月刊明星はないのかな。明星ともう一個なんかあったね。平凡。平凡だ。はい、違う平凡ってあったんで平凡。ああ、うん。月刊。持ってますよ平凡パンチ。平凡パンチ？はい。平凡パンチじゃなくて平凡。平凡パンチも出たことあるけどね、グラビアにね。ね、そうですか。はい。なんかね楽譜がちょっとないんですよね。そう。どうしてさっきあんなに練習してたのにどっか行っちゃったんですか。もったいないよねあんなの、ね。あれ楽譜あります。いやいやこれは。これじゃなくてなんか顔がついてるやつだったよね。そう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 。よくかった。なんか下に落ちてたりしませんか。ね、どこ落ちてるかな。どこに、あ、そうだ、さっき片付けちゃったんで一緒に。あ、そうだ、あった。面白い。ありました。じゃあ行きましょう。はい。時間になるんですけどね。よかった、ちゃんと歌えて。ね、よかったね。あとはもう飲んで。うん、じゃあちょっとまたか BGM でかけましょう。さっき聞いてなかったのどれだっけでも。あ、熱いほどビスキャストください。熱いほどビスキャスト。熱いほどビスキャスト。じゃあここからはさ、あれだね、もう聞きたかったんじゃないのそれ、酒井君。なんかさっき。あ、これダメなんですよね。ダメじゃなくて、そうじゃなくて、はい、あ、お話ししたかったんじゃないの。あ、聞きたかったんですけど、林奴隷さんとの関係とか聞きたかった。関係は特にないです。林奴隷ちゃんっていうなんか1981年デビューで、デビュー年が同じなんですよね。うん、
原めぐみさんと、だからその、あの、だからそれで早瀬ひとみさんとか鋭いんですけど、酒井くんは、うん、私だから各局のオーディションってあるんですよ、 TBS だったり、うん、テレビだったり、NHK だったり、いつもそのデビューの同じ月のそのデビューの人たちと一緒に回って歌うんですよ、ホールみたいなとこで、そこの曲の、だからいつものりえちゃんとか早瀬ひとみさんなんかは一緒でしたね、はい、これはすごい情報です。でもで早瀬ひとみさんはそんなんでちょっとあの面識があったので、うん、私の番組前にちょっとやってた番組があるんですけど、ラジオ日本の番組だったかな、うん、ゲストで来ていただいて、うん、なんてこと。酒井君は原さんのファンでもあるけれども、はい、もういろんなアイドルのファンでもあるんだよね、はい、そこがなんかオタクの特技というか、水野真澄ちゃんだったりね、えそんなこと言っちゃうとさ、原さん失礼じゃねえかって俺は言ったんだけど、なんかもう頭の中でこんなとかっていうかね、覚えててもらってるだけで十分私は嬉しいですよ。あとは俺は年齢もすごい離れてるのに、いや原めぐみさん一筋って言いたいじゃない、やっぱり一生涯相談みたいな方がさ、あと神田ひろみちゃんとかもうなんかそういうのばっかりたくさんね、ね、あと大内わびちゃんずっと年が上なのにあとアンジュネットとか、すいません、うん、チャウ付けでいいよね、あ、チャウ、かわいい、僕のアイドルです。それで質問としては、要するにその僕がアイドルですか、ね、質問としてはさ、はい、芸能界の芸能界でなんかあれなんでしょ、昔だから良かったアイドルさんとかいらっしゃるんですか、うん、いや、特にないですね、あ、わかりましたはい、終わりだね、厳しい世界ですから、わかりました、うん、チェビちゃんの関係とか聞きたかったんですけど、いや、別に特にないですね、うん、いや、あの、同じレコード会社の人とかだった、例えば斉藤智美ちゃんとか島田佳穂ちゃんとかは番組でご一緒だったりとか、なんかのイベントで一緒だったりなんてことはあったりして、まあちょっと会話はしたことあるし、今でも智美ちゃんなんかはあれですよね、あのよく知ってますよ、あ、でも休憩が入ったから、うん、あ、そういうことなんだよね、うん、それで休憩入ったからいいんですよね、そういうのはそういう会話も入るんですか、ね、うん、入っちゃったもんね、すごいラフな、うん、ラフだね、ラフな番組ですね、そうそうそう、うん、あ、じゃあ私もフレッシュの番組やってるんですよ、うん、あの毎日、うん、第3水曜日になりますけども、うん、めぐみ歌のホットスタジオっていう番組やってます、はい、よかったらそちらも見てください、そうですね、はい、そうなんです、はい、あの、今月は、うん、ザ・カーナビスの越川ひろさんです、あ、うん、お前が好きさーってやつでしょ、先月は、先月誰だったっけ、うん、先月は藤まさきさんに来ていただいて、あの学生服の、そうです、その前の月は阿部律子さんから結構あの渋い方に来ていただいて、いやいや歌っていただいて、はい、っていう感じでやっていただいてますので、指導部アベですね、ね、じゃあ水のテレビのこともね、ちょっと言うと次はですね、ちょっとあれですね、4月11日火曜日、はい、渋谷道玄坂カフェで、今度はまた水のテレビをやりますけども、ゲストが山口泉さんですね、聞いてる、うん、やりますから、はい、山口泉さんです、はい、うん、あの4月11日ですね、道玄坂でやりますね、山口泉さん、あ、そうですか、じゃあぜひいらっしゃってください、はい、で次がね、まあ、マイナーというと失礼なんだけどね、吉田嗣明さんというね、サードという映画がありました、昔、森下愛子さんのその準主役をやった長嶋俊之さんがいて、はい、その吉田嗣明さん、僕友達なんだけどいつも喋ってるんだけども、はい、でマグマ大使のガム役っていうのもやった、うん、それが、吉田嗣明さんなんだけど、で来てもらいます、はい、であとね、時代劇とか、そうなんですよ、あ、出てましたね、もう子役からやっぱりやってて、僕もそうだったからね、友達なんだけども、まあ友達って言ってもね、もう10歳以上上ですけどね、うん、あと時代劇とかね、仮面ライダー X のチコ役、はい、うん、で知ってる、はい、知ってます、小さい時見てました、あ、仮面ライダーアマゾンの前の仮面ライダーですね、丹羽玲子さんというね、はい、方にも来ていただきますね、はい、あと俺たちの旅の食堂があったんだけど、はい、俺たちの旅、中村もそのナミちゃんっていう、そこ食堂の看板娘水沢由美さんも来てくれたんですね、兄弟の欲しい、うん、兄弟の欲しい、兄弟の欲しい、あの最後照彦さんと、照彦さんだったり、はい、まあそういう古い番組やって
昭和のことばっかやってますけども、これからもよろしくお願いします。水のテレビです。はい、そんなことです、はい、ありがとうございます。あと何分ですか。10分、うん、じゃあと8分ですね。はい、そんなことですね。うん、今日はどうですか。もうまた飲んで、はい、飲みましょう。今日の感想の方はね、飲んでて、ウーロン茶飲んでるだけでしょ。飲めないんだもんね、だってね。今日の感想ね、うんうん、そうですね。まあでも私、仙台にお店もありますが、自宅も仙台なんですよ。でこの地元谷中でね、こういう番組をやっていただけて、気軽にこうスッと来れて、ご近所のお花屋のおじさんまでお花を持ってきてくれたり、なんか楽しかったですね。マスター、マスター、マスター、ちょっと映っていただきます。あ、そうですよ、マスターも。え、マスター出ないの。マスター、いい嫌なかの。ちょっとこれ食べちゃおう。うん、どうぞどうぞ。今日はいい嫌ながね、僕がお願いしまして、はい、いきなり飛び込んできてね、はい、ちょっとやらせてくださいって言ったんだけど、はい、どうぞ、いい嫌なか。いい嫌なかで、いい矢沢。はい、仙台駅から4分ですから。よろしくお願いします。かっこいい。あの髪型もかっこいいね。もうすごい今時。インパクトがすごい。まだお店で出てる。そうですよ。宣伝をぜひね。いい嫌なかの。あ、4月の1日2日1周年パーティーをですね。皆さんよければ。はい。ありがとうございます。この雨の天気見たら何この起点は。あるかな。あ、またよろしくお願いします。またぜひ、はい、ありがとうございます。はい。どうも。そんなことですね。ね、またここに飲みましょうよ。でもまたいいですね。ね、うん、あの、いつも店にはいつも行ってるんですか。いつもいるわけではないんですけれども。たまに行くの。はい、はい、普段は任せていて。そうですね。あ、でも、あの、芸能の仕事がないときはなるべくいるようにしたいなと思ってますけど、ここはやっぱりあの稽古が毎日続いてますので、どうしてもこう出られない。あ、まあ稽古はね、大変ですよね。はい、もう明日もですか。そうです、明日もあります。明日は第1景から第6景までの歌と振り付けっていうスケジュールになりますね。はい、よくわかんないけど、1から6まで1から10まであるんですけど、私3から8ぐらいまで出てるんで、バーって出ちゃってるんで。もう出ずっぱり。もうセリフが頭の中からこう、うん、こぼれないように余計なことを覚えたよ。セリフも多いわけですか。セリフはどうやって、セリフも多いの。どうやって覚えるんですか。セリフはね、どうやって覚えるのって、この間高木美穂さんと一緒にランチをした時に聞いたら、美穂さんは無毒だって言ってました。で、なんか午前中の方が頭が働くから、午前中起きて、早く起きてずっと読むんだって。で、旦那様もいらっしゃるじゃないですか。夜とかこう口に出して読んだりすると、旦那さんにそういうところ見せたくないから、旦那さんが寝たのを見計らってまたこう黙読なんですって。偉いよね。まあ、ちょっと偉そうなこと言うけども、セリフは記憶するんじゃなくてね、セリフ入れろって言うじゃない。だから入れなきゃダメだね。そうですね、そう、あの体に入れても肉体化しなきゃいけないから、そね、その前段階は今の黙読でいいけど、その次はもう体に入れるそうだ、ね、っていう感じで、うん、頭のちょっとね、あの浅いところだけ入ってると、ね、絶対飛ぶんだよね。そうなんですよ、ね、アクションとワンセットで覚えなきゃいけない。そうそうそう、動きと全部 ね、バラバラだとダメなんだよね。酒井君は大体こう書ける、喋る、全部バラバラで一つ一つができないでしょ。それがだからね、問題なんだよ。ダメだ、ダメだ、入っちゃった。いやいや、芝居の時はね。あ、はい、うん、大丈夫ですね、はい、うん、まあ、今日はでも楽しかったね。はい、憧れの原さんに。雲の上の存在です、僕は。幼稚園時代の雲の上の存在です。いや、雲の上の存在って、そんな大げさ。幼稚園だったの。幼稚園の時でした、すごい。ボーイハート聞いたのが。これを聞いたのも幼稚園の時でした。ボーイハントってさ、でも歌詞がすごいなんかいいよね。あの当時だとすごい斬新だったじゃないの。斬新だと思います。アイドル歌手もだって、ね、メイキングライブとか歌っちゃってるんですか。歌ってるんだからね、すごいよね。まずいでしょみたいな。でも本当にそういうなんかキャラもそうなのかなと思って。本来そうキャラ結構なんかそういうね、ボーイハントしようみたいな。私そういう風に見られるのかなんかわかりませんけど、うん、違うよね。はい、何の紹介？あの、ゼビーベックプロモーションに作った方の紹介。ああ、ご紹
紹介しましょうか。うん、あ、じゃあ湯本選手どうぞ。湯本さんです。そうか、今日PVをね。そうです。私の PV をボーイハントの PV を作ってくれた人です。はい、今あのめぐみん歌のホットスタジオで一緒にあの司会をやってくださっている方ですけれども、はいはい、ちょっと1分程度なんですけどね、よろしくお願いします。はい、紹介をどうぞ、はい、ここに入って。ね。あ、すいません、お邪魔します。お邪魔します。やったー、やったやったやったごめん、俺酒置いてきちゃった、ごめんね。いや、そんな長くないんだって。はいはいはい、どうも。プロモーションビデオを撮って、そうなんですよ。昔ね、35、6年前、彼女のデビューが80年の11月5日だっけ。うん、確かそうですね。80年の11月5日デビュー で当時ね、あのレコード会社から新譜のレコードもらってきて、それであのいろいろねビデオ流す仕事してたんですよ。で、洋楽のビデオをもらいに行ったついでにアイドルのレコードももらってきて、トリオレコードに、トリオレコードで、ほんでボーイハントって初めて来て、あ、いいじゃんこれ、なんで1980年でこんな1975年の落としてるのこのサウンドと思って、すっげえ不思議な曲と思って、でいいじゃんこの子と思って、たまたま自分が持ってる枠で、あの PV 撮る枠あったんで、そこにブッキングして、開けた81年の1月16日にサマーランドでロケした。それが今 YouTube に、YouTube に残ってる動画です。ボーイハント。ボーイハント。ボーイハント。YouTube に残ってるのは、湯本さんが撮ってくれたんですよ。あ、ディレクターね。そういうことなんですね。カメラはまた別にいたもんね。はい。いや、あれが残ってるっていうのは、親分は、親分で2人また別にいたんですね。そして、ペーペーの AD だったんですけどね、当時ね。それはね、で、あれがなんで残ってるかっていうと、私が、あの、私が当時の素材のテープをですね、家に持って帰ってた。それ、泥棒じゃん。いや、結構多いですよ。ドラゴンじゃん。いやいやいや。だからあの廃棄処分になるやつは持って帰ってもいいっていうのは当時のなんか業界のね、あの掟だったの。まあ業界のね、まあマナーみたいなところがあって。残ってたんですよ。湯本さんが泥棒してくれたから。だって、だって今さ、あのテレビ局でまだまだ続きますんでね、もうそろそろ、あ、どうぞどうぞ湯本さん。ね、あの水のテレビよろしくお願いします。今度4月11日、あ、どうぞどうぞ話して。4月11日、山口泉さんです。どうもありがとうございます。また、ただいま、もう飲みましょう。音声多重でお送りしております。じゃあね、またね、バイバイ。バイバイ。じゃあね、バイバイ。またね。